どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、海賊王女の第5話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、オルレアンへというところで、フェナたちがですね、リバー・オーバーシュタイン、 で得た情報をもとにま医、あ、師が出土したまあ、オルレアンに向かっていたわけなんですが、まあ、フェナの提案が通ったのはまあ、何よりっていう感じでしたね。そう、またね、こう。わざわざこうオルレアンに行くっていうところにあたって、まあ、ジャンヌダルクがですね。石の加工を依頼したっていうこととかをですね。援助たちにもこう情報をねまあ、共有していたわけなんですが。 こう意外と、まあ、すんなりと受け入れられたっていうところはですね、まあ、ちょっと意外なところではありましたね。そうまあ、結構すごいすんなりと言ってましたからねなんかそれに関しては結構意外だったなあという感じだったんですが、まあ、とはいえこう、まあ、フェナの直感がですね今までにも結構当たっていたりするっていうことがですね、まあ、すごいこう会話の中で信頼されてるなっていうところは 感じ取れたんですが、まあ、すごいねそれはいいことだとは思うんですけど何というかこうその反面ですねなんか結構責任重大だよなっていううここととはは思わされるところではありましたねそうなかなかねでも結構そうっすよねフェナの直感とか大体いいそもそもリバー・オーバーシュタインに行ったのもねフェナの直感だったりするんでなかなかそういうところが。 なんていうかね、こう、つながってきてるというか、なかなか面白いなっていうことは思ったりしました。あとね、オルレアンは、まあ、ジャンヌダルクゆかりの地でもあったりするんで、まあ、こう、そことどういう関係がね、あるのかなっていうところは、だいぶ気になって仕方がないところではありますね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、オルレアンへというところ、終わっておきます。でですね、次。 2つ目の感想に入っていくんですが「採掘場を進め」というところでフェナたちがですね採掘場の奥の方へと進んでいっていたわけなんですが採掘場の中がですねこう思っていた洞窟っぽい感じとかではなくて、まあ、すごいこう神殿みたいな感じで作られていたっていうところはですね何かこう儀式的な意味があったりして、まあ、そういう作りになったりしたのかな っていう風に感じましたね、まあ、とはいえこう先に進んでいく中で、まあ、地面に転がっていた、まあ、白骨死体ですよね、まあ、それも一つじゃなくて結構な数があったんですが、まあ、自決しただけなのか、まあ、こう疫病によって隔離されたのかっていうところですよね、まあ、はたまた別の事情があったりするのかっていうところで、まあ、どういう事情で、まあ、こう白骨死体が転がってたのかっていうところは 気になったところではありますね。それと、フェナがですね、こう、まあ、先に進んでいく中で、分かり道とかを迷うことなく進んでいくっていうことをしていたわけなんですが、その時に一度来たことがあるっていうところですね、ことも言っていたりしたんで、その誰といつ来たのかっていうところがね、結構重要そうだなっていうふうに感じたりしました。 まあしかもね、その時のフェナが、まあ、こう、普段の明るい感じとは全然違って、まあ、どっちかといったね、こう、何て言うか、物静かな感じで、まあ、本当に別人みたいなテンションで進んでいっていたわけなんですが、まあ、すごいその辺もね、印象的なところではありました。あとね、こう、フェナたちを追っているグレイスたちが、こう、部下のメアリーの言う方向へ、まあ、言っている方向とは、全然逆に進んでいくっていうところが、 なかなか面白かったところではありましたね。でまあそういう感じで2つ目の感想である採掘場を進めというところ終わっておきます。でですね次3つ目の感想に入っていくんですが女海賊現れるというところでフェナがですねグレイスたちに、まあっさり捕まってしまったわけなんですが。 まあこう雪丸たちがですね、手に入れた情報を渡したのに、全然フェナを解放しないグレイスたちにはですね、ちょっとこうイラッとするところではありましたね。またね、フェナの持っていた石のおかげで、数字が読み取れていたわけなんですが、その数字のことで、フェナを、フェナのいるかいないかっていうところを忘れていたっていうところはね、雪丸たちの護衛としては、 まあこう失態というか、まあそういう感じではありました。まあとはいえ、その数字とグレイスの言っていたエルドラドへの座標っていう言葉ですね。まあそのエルドラドってそもそもなんだっていうところで、まあ、結構気になるところではありますね。まあ個人的にはですね、エルドラド、エルドラドがこうフェナたちの探しているエデンだったりするんじゃないかなというふうにね、 思ったところではあります、まあ、何にせよ、こう、グレイスがね、まあ、こう、雪丸たちのいる部屋をま爆発させたっていうことで、まあ、中にいる雪丸たちが無事なのかっていうところが、ちょっと心配な部分ではありますね。そう。まあ、とりあえずその辺はちょっと次回あたりで出てくるかなっていうふうに思うんで、まあ、次回を待っておこうかなという感じですね。まあ、そういうところで、 3つ目の感想である「女海賊現る」というところを終わっておきます。でですね最後にというパートに入っていくんですが今回はですねフェナたちがオルレアンへまあオルレアンでですねこうエデンにつながっていそうな手がか,かりとかを入手していたわけなんですがまあ情報は得たわけなんですがフェナがですねグレイスたちに連れて行かれてしまう。 っていうことになってましたね。またね、ねこう数字が緯度とか軽度ではないのかっていう話が出ていたわけなんですが、まあ、そうだとしてもこう4つある候補のうち、どれが正解なのかっていうところですよね。まあ、これをこうグレイスたちは知っててまあ、やってるのかっていうところで、まあすごい気になる要素ではありました。まあ、とりあえずこう。爆発に巻き込まれた。雪丸たちがまあ、無事なの？か っていうところとか、まあ、グレイスに連れて行かれたフェナがですね、まあ、こう、まあ、どういう目的で連れて行かれたのか、まあそういうところに注目しておきたいなっていうところですね。まあそういうところで、今回の海賊王女の第5話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第4話の感想はですね、 今までの放送でも語ってますんで、よかったら過去の放送とかも合わせて聞いてもらえるといいのかなっていう風に思います。で、えー、そうですね。今日は他にも日本更新しておりまして、次とライカとノスフェラトゥの第4話の感想と、ワッチャプリマジの第5話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もですね、 合わせててて聞いいていみてくださいとという話と明日ですね明日は3本更新するんですが「作願」の4話の感想と「ミエるコちゃん」の第5話の感想そしてですね「ダクトオーパス・デスティニー」の5話の感想ですねこの3本更新しますんでよかったら明日もですねラジオの方聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで本日は 2本目のラジオの方終わっておきます以上沼さんでしたそれでは次回の放送でお会いしましょうそれじゃあまたねバイバイ